次に山崎努君の質疑を行います。山崎君。自由民主党無所属の会の山崎でございます。締めくくり総括ということで全体のことを質問したいところですが、私の方の気持ちとしてはこれだけの審議の中でちょっと抜けてるんじゃないのかなというところを、中心に、質問させていただきます。まず一連のこのアベノミクスうまくいってるなと、ご同型の至りなんですが、そこの成功の一つの要因としてですね、 2% のインフレターゲットをビンと言ってそれで皆さん乗ってきたというところもあろうかと思っておりますし、それからプライマリーバランスを2015年でしたか、半減にするというような、そういった明示的なことも出ております。そして議論の中で最終的にいくらアベノミクスが良くなって日本経済が良くなってもですね、現行のままの出生率だったら日本の将来も50年100年というタームで見ればこれ暗いものにならざるを得ないということは、今我々この時期それもすぐできるということでなければ、そろそろ出生率に関して数値的な目標を導入してそれに対して対応策を取っていく、それが安倍内閣のうちにやっていただけないかというのが今回の議論を通じての私の気持ちでございます。まず少子化担当大臣にその辺のところ簡潔にお答え願いたいと思います。はい、森雅子少子化担当大臣。少子化大変深刻でございますが、未婚晩婚化が指摘されておりますところ、結婚や出産や個人の選択の問題であることを、踏まえながらですね、結婚したいという方、そして子どもを持ちたいというその希望の方の希望を実現させることが重要でありますので、さまざまですね、産科医不足とか待機児童対策をやる中でですね、その希望を実現させていくことが大切でして、仮にですね、希望がすべて叶ったら、今未婚で結婚したい人が9割、そしてそのうち子どもが2人以上お持ちたいという方が大方であるということですので、希望がすべて叶ったら 1.75 という数値が試算をされておりますけれども、いずれにしても出生をめぐる問題はですね、個人の考え方や価値観と深く関わっておりますことから、私の元のタスクフォースではそのありようも踏まえて今議論の最中であるということです。はい、山崎努君。いろいろな希望を叶えても 1.75 というと時間が先延ばしされるだけでということにもなり、やはり2以上にならなければ人口を保てない、しかもずっと下がるということが分かっている状況でございますので、そんな時間的な余裕が本当にあるのかなということが私自身思っております。産めよ増やせよというそういったことの悪いイメージがあるんですが、もともと正せば産めよ増やせよ地に満てよというのがこれ聖書の言葉でもある、そういった面もございますので、総理その辺のところですね、今言ってるんですが、いいアイデア出してもそれが実際にどの程度効果あったのかということを年次的にフォローしていくためには、これどうしてもある程度オープンにするかどうかは別として、数値的なものが出生率の向上に資するのではないかと思うんですが、お考えいかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。確かに私も委員と同じような問題意識を持つわけでございますが、他方ですね、いわば子どもを産むか産まないか、家庭で子どもを持つか持たないか、これは個人の価値観に関する問題であったですね、設定すべきじゃないという意見も強くあるわけでありますし、また当然結婚や出産はですね、個人の選択でございますから強制するつもりはさらさらないわけでございまして、その中においてですね、出生率を上げていく努力、森大臣を中心にですね、さまざまなアイデアを集めながら我々もしっかりと内閣として取り組んでいきたいと思います。山崎君。次に原発の問題をちょっと個々にお質問したいと思います。規制委員会の方に活断層の活動期間を12万年から40万年に伸ばしましたけれども、その理由は何でございましょうか。はい、田中原子力規制委員長。お答え申します。新しい安全基準の骨子では、まず活断層の定義は12万年から13万年前、
専門的には後期更新制時代っていうんですが、それ以降の活動が否定できないものとしております。その上で調査の結果、後期更新制、いわゆる12、3万年前までの地層がなくて、活断層の判断が難しい場合には40万年前まで地層を遡って検討するということを求めています。この40万年といいますのは、日本がプレートといういわゆるプレートテクトロニクス運動という、そういった運動によって日本列島にかかっている力が40万年前からだいたい現在に至るまで変わってないということで、40万年まで遡ることで活断層の存在を見逃すことがないだろうということでございます。山崎努君。ちょっと専門的すぎてなんですが、12、3万年の地層がないというのはどういうことなのか、その間海食があってその地層が消えたというふうに理解してよろしいんでしょうか。田中委員長。さまざまなその自然のまさに、ご指摘のようにことに現象によってそういった地層がない場所がございます。そういった場合にを指しております。山崎努君。その辺は非常に大きな問題ですので、一般の方にも分かるようにこれからやっていただきたいと思いますが、その次にですね、いわゆる停止中の原発と稼働中の原発の危険性、事故の差というものは、安全性の問題というのはどこにあるんでしょうか。田中委員長。まず原子炉、よく原子炉の安全を保つために何か起こったときに止めて冷やして閉じ込めるというようなことがありますけれども、まず動いてないということは止めるという操作が必要でありません。これは制御棒を入れるという問題がないという点で少しリスクが下がります。それから止まっている原子炉、その止まっている期間にもよるんですが、原子炉を止めた後急速にその中にある核分裂生成物が半減期の短いやつがどんどん減ってきますので、発生する熱がだいぶ減ってまいります。ですから止まっている原子炉の場合には全く冷やさなくていいというわけではありませんけれども、その冷やすということについて時間的余裕もありますし、冷やすため その手立ても少し緩和できるという点で、だいぶ運転中と止まっているものとの安全性の差はあるというふうに申し上げることができると思います。山崎努君。原子炉の専門家かどうかは別として、そうするといわゆる自己人といいますか自傷人といって、今の制御棒をストン落とすと今回全部成功したわけですが、それに対しての危惧がまだ多く残っているということで理解でよろしいんでしょうか。田中委員長。福島第一原発事故のことかと思いますが、今回は制御棒は地震動が来たことによって自動的に挿入されて、原子炉のいわゆる連鎖反応というのは止まっております。山崎努君。ですからそこのところが危険性があるというふうにおっしゃったように聞いたんですが、その事実は知っておりますけれども、女川も含めてですけれども、そこのところでかなりやはり危険性があるというふうにお考えなんでしょうか。田中委員長。一番その心配されることは、何か起こったときに制御棒が入らないような事態が起こるということは、原子炉の安全を保ついて非常に重要なことですので、それについてはいくつかの手立てをして、その制御棒がきちっと入るようなふうに、その設計の段階からいくつかの手立てをしておりますので、今回もそれはきちっと機能したということでございます。山崎努君。そうするとあまり危険性が高まってない、きちっとやれるというふうなお答えで、先ほどの最初のお答えとちょっとどうかなと思う点があるんですが、そこは
詳しいときに譲りまして、時間の関係で、今、そういった関係で再稼働できない場合ですね、今の各社からの値上げ申請というのは、ある程度再稼働が前提のところまでの値上げなんですが、これからずっと再稼働がなしといった場合、どの程度電力料金に跳ね返ってこざるを得ないか、試算というものがあったら教えていただきたいんですが。茂木経済産業大臣。原発が再稼働しない場合におけますですね、燃料費の増加については、総合資源エネルギー調査会、需給検証小委員会において、我が国全体で平成25年度は 3.8 兆円増加すると、このように試算をされております。これを電気料金値上がりということで、単純計算しますと 25% のアップと、こういうことになります。山崎努君。25年ということですが、26年、27年ということは試算されてないんでしょうか。茂木経済産業大臣。為替等の要因が変わらない、そしてですね、新しいエネルギー源、安価なエネルギー源が大量に入ってこないということでありましたら、その幅で大きな変動はないと思っております。山崎努君。そういった状況の中で、これ、アベノミクスが経済問題、再生、活動していくのに非常に大きな要因になろうかと、私自身、危惧しているところです。そういう意味で、また安全性の問題、それから被災者の問題を考えると、だからといって、すぐそれじゃあ再稼働だというのも、これも非常に難しい、非常に難しい判断を安倍総理、これから近々、ここ2、3年のうちには裁定しなければならない、こういう状況にあろうと思っております。そういった中で、先ほど来、他のいろんな議員もからもお話ございましたけれども、TPP、そういった問題含めて、あるいは消費税の値上げのタイミングの問題、そういったものも含めて、非常に大きな決断を次々に迫られる、そういう状況に、安倍総理の時代といいますか、これからにかかってくると思いますので、ぜひその辺のことの、踏まえた上でのことをお願いしたいと思います。本来なら総理から一言いただきたいところですが、時間の関係もありますので、私の方から言いっぱなしで、終わらせていただきますが、本当に地方へ の今度のいろいろな問題、先ほどの格差といいますか、そういった問題をどうするかとかですね、先ほど来のタイムラグの問題、そういったものを一つ一つやっていくためには、こっちからこっちっていう決断ではなくて、本当にさじ加減が必要になってくると思います。そういった意味において、選挙も控えているわけでございますけれども、今、これからのことを考えれば、安倍総理の、ご自重とご自愛を切に願って、これからの政治を取り仕切っていただきたいとお願いして、私の質問を終わらせていただきます。以上で山崎努君の質疑は終了いたします。